どうも皆さんこんにちは。久しぶりです。お久しぶりです。お久しブリーフ、お久しブリーフです。半年ぶりぐらいの更新になるんじゃないですか。愛機の器チャンネル最新号です。やった、来ました。仕事場で撮ってます。2019年、令和元年の、8月6日火曜日、8月6日火曜日に撮っております。はい、多分今日8月6日火曜日中にはアップすると思いますので、よろしくお願いします。いや皆さん帰ってきました。久しぶりです。長かったですね。はい、消防操法訓練大会、消防操法訓練大会に、はい、僕の所属する、消防団が、信楽の地元の消防団が出場していましたので、暑いんでちょっとね汗吹きながら行きますね。このね、20数回、多分ね20人そこそこしか見てないこの YouTube ですけども、はい、まあ、その間3月から訓練してて、もうその間は、一切やりませんでした。できねえ、できねえよこんなもんとね、1日おきにですね、1日おきに朝の2時50分、50分起床、2時45分から50分起床で、はい、3時半には、ね、信楽の人やったらご存知でしょう、ね、今改築してる市役所、改築してるね市役所のあの裏、喜楽屋さんですね、あの小谷陶器喜楽屋さんの裏の木久湖から3時30分には信楽の西の運動公園に、消防車を持っていくという生活をですね5ヶ月、続けまして、誰が動画なんか編集できるねんと、その間に動画なんか誰がお前あれ、これ動画を撮ってですね編集して、まあなんちゅうか、まあ、ネットに上げて YouTube に上げて、でブログ書いてブログに貼っつけるね、これブログを貼っつけないと誰も見ませんから、貼っつけるっていう作業はですね結構かかるんですよ。夕方のね大体6時頃から作業しだしてですね、6時頃から作業しだしてブログ書いて動画を編集して、まとめてで全部上げるってなるとですね、まあまあまあそれに集中、その間にね、あれ夕飯も食べたらダメですからね、私ね、はい、独身ですから、はい、独身で実家にいる身ですから、はい、夕ご飯の時間もしっかり、ね、母の作った夕ご飯ありましたらその時間しっかり食べて、 ありがとうございますと言うてですね、また戻るんで、作業に戻らんとダメなんですけども、はい、そうするとね、まあ、大体やっぱ10時とか11時ぐらいになるんですよ。まあまあまあね、こんな何ですか、ペンペラペンのペンペラペンの動画撮っててもね、それぐらいするんですよ。もう一度その、作業をしだしたらね、となるとですね、10時11時までやって、次の日に何ちゅうんですか、2時半に起きて行けと、ごめんなさい、汗熱いんで、空調一切ないんでちょっと汗拭きながらやりますけども、はい、行けと言われて、行けるわけないやろそんなもんということで、じゃあもう2日に一遍ならと、その訓練、朝訓練あったね、大体2時半で、まあ大体、ね、4時半頃から訓練始まるんですわ。まあでもまあまあ3時半から準備して、4時半頃から訓練始まって、まあまあかなんやかんやで家、仕事場兼家ですねに帰ってくるのね、7時とか、あ、遅かった8時とかね、もう最後の方になったらね、もうね8時ずっと回ってました。9時とかにしか帰ってこれないですよ、もうね最後の方になったら、なんかいろいろとねあるんです、わかるでしょ、もう経験者の皆さんわかるでしょ、ね、何ももうここはもう僕皆まで言いません、皆まで言わないけど、いろいろあるんですよ、もう最後の方になったら、ね、うじゃ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 ってなってるから、あれどうすんねん、これどうすんねん、なんどうなってんねんみたいな感じでね、はい、まああるんです、まあまあいいですよその話で、そんなありますから、あ、大変ですわね、大変です。その訓練のあった日の夜にやればいいじゃないかと思われるかもしれませんけども、訓練のあった夜にですね、10時11時まで仕事できるかと眠たいねんこっちはと、そんなもんということで、もう一切もう開き直って一切しません。ブログもね、もう週1でも上げない、ブログだけ確認したって結構時間かかるんですよ、作業して、出すまでね、何にも考えんと何の別に何ていうんですか、テクニックというか、そんなもん何もなくただただつらつら書いてるだけでもね、あれ時間かかるんですよね、いざ作業してネットに上げるっていう風になるとやっぱり時間かかるんですね。もう極力5時半5時15分にはもう仕事終わらして、あとはもう、
寝ると飯食って寝るということに、飯食ってテレビ見て寝るということに専念してたんですけどもね、はい、終わりました、8月4日、去る8月4日に、第54回滋賀県消防操法訓練大会、ポンソポンソ言ってるんですけど、ポンプなんて言葉どこにも入ってないんですよ、あれは、はい、ポンプ操法大会とか言いますけど、全然そんな名前じゃないんです。滋賀県消防操法訓練大会です、はい、覚えましたね、もうね、はい、それで、私の所属する滋賀ラジマネで、あの甲賀市消防団っていうのがまずあるんです。長浜市消防団とか彦根市消防団とか大津市消防団とかあるんですね。まあその上に我々甲賀市消防団っていうのがある。一番上の組織なのかどうやろう、まあそうなのが所属する、はい、甲賀市の消防団っていうのがあって、その下に方面隊があるんですよ。各ね、あの土山方面隊とか水口方面隊とかね、甲賀市っていうのは5町一緒に集まった市ですから、昔は信楽町消防団やったんでしょうね。甲賀市消防団っていうのがあって、でもその中の信楽方面隊っていうのがある。その信楽方面隊の中に分団っていうのがあるんですよ。信楽分団、あれ小原分団とか浅宮分団とか太良尾分団とか雲井分団っていう五分団あるんです。五分団、旧信楽町の中に、その中の僕は信楽分団の中に1部、2部、3部、4部っていうのがまた部が分かれてるんです。この部っていうのが、おのおの、あの日々あれですよ、あるでしょ、あの優先で流れてくるでしょ、あの訓練します言うて、あの訓練してる、まさにあ、まあ、これ活動の単体、一番の活動をする、またあたりで僕らがその器具庫行ってます。さっき言ったその器具庫っていうのは一部の器具庫なんですよ。でそこに今集まってる、それ1部、2部、3部、4部って言って、あの小山とか信楽分団の中には、あの高山、江田、畑田城、ね、それと長野ですね、こんだけがありましてですね、はい、でこれが各々それぞれ別で活動しているんです。その言うたら一部長野分団、長野、信楽分団第一部なんです。そこが今回出場したんです、それで、まあ、あの今回ね結果優勝ということで、あ、おめでとうございます、皆さんおめでとうございます。なかなかね、何でもね、何の大会でもね優勝するってことは素晴らしいことですんで、どうらもなかなかできないことですよ、はい、今すごいですね、今すごい、8月4日に優勝しました。ああ、優勝や、よかった、よかったなー言うて、で、まあ、その後、報告会とかあるんで、まあ、あれ東近江に会場がね、消防学校あるんです、東近江、それでこうテントとか片付けて、肩して、あの幹部にもいろいろあってんけど、まあ、肩してみんなで終わりましたって言って、しばらく帰ってきて、で、まあまあ一回家帰ってね、あの会場の川邸に向かう前にですね、帰った時に、ただいまー言って帰ってきたら、うちのおふくろがおめでとうと、あ、でよかったしって言われたんですよ。何がよかったんって言ったら、優勝したんやろう言って、なんで知ってんのって言って、えって、いや、もう誰にも言うねんで、ね、電話もするわけないし、あのついこのさっきまで優勝、今日2、3時間前に優勝って発表されたもんじゃないですか。うちの心が知ってるんですよ、ずっと信楽にいる。でも単純な話ですわね、行ってるみんながフェイスブックやられて、まあ、ツイッターはないからフェイスブック上げてるんですよ、行ってる市議さんとか、まあ、まあ関係者ですね、関係者が優勝しましたっ て、フェイスブック上げてて、みんなそれで知るんですよ。すごい時代になりましたね考えたらすごい時代ですよね、もうね、あのみんながマスコミですよ、マスコミっていうのはマスコミュニケーションなんで、マスなんでね、大量のっていうこと、大量にコミュニケーションするんで、マスコミってこういうのソーシャルコミュニケーション、 SNS なんですよ、ソーシャルネットワークサービスなんです。だから、まあ、まあでもいいと、ミニのね、みんな超ミニなマスコミになっちゃってるわけですよ。すごいですよね、そう考えたら。すごい時代が来たもんだと、昔ね、もうこれで何て言うんですか、候補する必要ないわけですよ、消防本部としてはね、全然、まあまあそれはいい、それは知ってるんです。で、うちね、昨日ね、片付けするときに指揮者の小山陽平君とおったんですけど、小山陽平君がいっぱい、あ、どうやった、優勝おめでとう、チャンピオン来たと、おめでとうおめでとうって言ってたんですけども、いろんな人からおめでとう言われましたわ言うて、ね、でそれみんなその言うたら、もうフェイスブックで知ってるわけですよ、主に SNS で知ってるわけですよ。ああ、消防団優勝しよった、写真とかに傭兵が写ってたりするわけですよ。そしたらおめでとうおめでとうってなるんですよ。すごいっすよ、もうすごい時代になりましたね。あんにも隠し事できませんよ、こんなもんほんまに、うん、まあというわけで、はい、終わりました第2ウソチャンネル。今仕事ばかりやってます、暑いですね。植木鉢をですね、押すんですよ。で今肩に入ってて、抜ける時間、抜くまでの時間をね、
ちょっと、利用して今喋ってるんですけど、ブオーって言ってるでしょ、あれね、ブオーって、あれ全部扇風機にまぶってるんですよ、はい、肩が少なくてね、大変なんですよ。で、今日ね、何ですか、朝、おじぎで、ああ、終わったと、ほんまや、火曜日や、火曜日訓練の日や、ほんまやったら、なくなったわけです、ああ、もうつい今終わったわけです、終わったと、もう普通の日や、普通の日に戻ったと思って、こう、戻ってきたらね、朝起きて、あれですわ、仕事行こうかなと、台所、キッチン。行ったら、親父が京都新聞を読んでるわけですよ、親父が京都新聞、あ、社長、おはようございますと、京都新聞読んでたら、おい、俺行ってみーと、なんなん言ったら、福山君よ、福山君、シベルの福山君、お前、映ったるぞ、言うて、あ、ほんまやと、京都新聞で、8月11日、シベルウォーズですよ、シベルウォーズ、あの人が一部の部長なんです、今年の、ね、まあ、それで流れてますわね、まあ、これ見てる人はみんな知ってるわ、ね、一部の部長でも流れてるわけですね。シベルの、ブログであったり、ね、それを SNS で、ね、Facebook にこう連動させてるわけですよね。それで優勝っていうのが出られましたね、あのが前言ったら一部の前事実上のあれが前、あの人の、まあ、指揮者の指揮下のもと、まあ、いろいろ動いてこうやったわけですわ、キャプテンですよ、チームで言うたら甲子園の優勝チームのキャプテンですわ、言うたらね、主将です。で、出てるぞって、あ、お前とシベルウォーズ8月11日します言うて、お写真付きで載ってるわけです。あ、すごいな、この人も、もう奔走もしながら、奔走のキャプテンですよ。奔走のキャプテンもしながら、これ、シベルウォーズもしゃってんな。すごいなと、一周ずれてね。もうね、殺人的スケジュールやったと思うけども。で、親父が言う、あ、すごいわと。あ、これ、続けるってのが一番大事やわ。もう、やっぱずっとコツコツ続けると。続けとるのが偉いなと、毎年毎年これ続けとると。こうやって続けるこそが力やっていうことを、なんか、これ、聞こえがしに俺に言うてくるわけですよね。なや、お前、それ、泥相撲のこと言うとんのかいと。分からへん親父と、それ聞いたら俺には嫌味のように聞こえるの分からへん。僕泥相撲この2年やってないんです。この2年、2018年と19年、この2年やってない。16年と17年やったんです。あ、覚えてます、16年シンゴジラの公開した年や、あれ1回目やってね。で、まあ、この何ていうんですか、いろいろあってね、去年から、まあ、去年、これトンソね、去年からも動き出してるんですよ、ほんまに。去年の今頃から、もうなんか去年の春頃からもう話し合い始まってるんですよ。で、去年なんかもうみんなでバス1台借りて見に行ってるんですよ、去年の大会、カメラ回してどんなんやって、優勝チーム朝宮が優勝したんですけど、それのカメラ回して、あまりにも暑すぎてカメラが動かなくなったってぐらい暑かったんですけども、2台ぐらい撮ってカメラ回して、で、選手に、その選手も行って、行けへんだ選手にはそれを DVD 配って、さあどうしようとね、もう選手なんか1年前に選手ですよ、決まってるんですよ、はっきり言うて、あなた選手ですとね、その話はしてるんですよ。だからもうねえ、で、まあ、どれともね、まあ、なんていうんですか、消防団の子が多いんですよ。消防団で僕のユダク先輩、まあ、後輩の子とかがからやろうっていう話やってるっていう話だったんで、多いんで、もうかまる、かわいそうやと、もうポンソーもある、その準備でポンソーでもうやばい、みんなでもうバッキリ立ってるわけですわ。その中で俺もうとてもじゃないけど、もう泥相撲やろうって言えへんと、言えへんっていうので、もうじゃあ、ポンソーある時まではもうちょっとやめましょうとね、みんなそのね、完全なボランティアですから、手弁当、あれ手弁当ですからね、 100% 手弁当で、お金集めるにしても皆さんの寄付でお願いしてるわけですから、なかなかね、そんな毎回な、また毎回頭下げてもあるのもなというふうにも思ってることもあって、まあ、やめましょうって言うたんですけども、まあ、親父がその横で、続けるのかよ、続けとる、あ、すごい、いやー、純は続けとる、偉いなーって言うわけですよ。まあね、どすだろか、お前、90個、今日90個何やっても作れよ、言うて ね、その90個作ってるわけですよ、植木鉢ね。言うとき、まあまあね、そんな、でもね、まあ、そんな社長がね、そんな社長の、理解もあってですね、やったわけですから、もうね、朝ね、7時に帰ってきてヘロヘロになって、ちょっと寝てたんですけど、その修行時間ちょっと過ぎることあります、それでも親父を許してくれたんで、まあ、これはもうすいません、ありがとうございますと思います、はい、すいません、ありがとうございました、終わりました、とりあえずね、まあ、うちの親父からしたらね、こんな喋ってる間に肩取って押せって思ってると思いますけどね、よかったと思います、はい、もう大一の器、帰ってきました、皆さん、まあね、半年間、5月いろいろありましたけども、今後からですね、通常営業ということで、どんどんですね、
投機情報を発信していきたいと思います。何が投機情報やねんね、あれね。もう一体何が投機情報なんだという話なんですけども、やっぱりね、ブログね、上げない、ブログ上げへん、 YouTube もね、 YouTube も考えない、まあでも YouTube も上げないとかってなるとね、やっぱりね、問い合わせちょっと減るんですよ、この5ヶ月。あーって思った、減ってるって思って、今までそんな関係ないやろって思ってたんですけどね、あかんわこれって思って、頑張りますんで、はい、来年はポンプ奏法大会、タラオ分団さんですね、タラオ分団、はい、分団が変わるんですよ。さっき言った信楽分団とかいう、今は信楽分団なんですけど、タラオ分団、五分団、うちの一のタラオ分団さんが、タラオ分団さん頑張ってください、タラオ分団さんも来てまして、協力してもらいました、ホースを片付けるときに、はい、ありがとうございます。タラオ分団でね、五分団が、1年休みがあって、この五分団が1年ずつ当たるんですよ。だからまあ単純に言うと6年に1回回ってくるんですよ、6年に1回けども、その6年に1回で、そのみんなこの分団の中に班がある、班なり部なりがあるわけですよ、1部、2部とか。で、その1部、2部が受けるから、6年に1回やけど、また、その、例えば 6年に1回の1分団の中に2部あったとしましょう、2部あったとしましょう。そうすると、6年に1回、1部、第1部は6年に1回、次はこの分団があったときに2部が当たるから、12年に1回になるわけですよ、その、当たる回数が。それが信楽4部あったんで、だから、24年に1回なんですよ。信楽の1部、2部、3部、4部が当たるのは24年に1回です、昔は。だから、一生に1回当たるもんやっていうふうに言われてたんですよ。それが、各所の人数不足で、言うたらもう消防団員の減少ですよ。消防団員が減少するっていうこともあって、単独で受けれへんっていう話になってきたんですよ。今ね。だから、この、何個かある部のうち一つが、じゃあ一つちょっとうち厳しいですってなると、一つは一つ繰り上がりになるわけですよ。そうなると当たるのが早くなってくるわけです、はい、で今後、どうなるのかなと。僕らも18年ぶりやったんです、今回ね、一部っていうのが受けるのが。でも今後ね、もう増えると、子供なりその若い働き手が増えると、その子らが消防団に入るっていうこともあんまり考えにくい世の中じゃないですか。となると、このポンプ奏法大会、消防奏法訓練大会っていうこの催しもたくさん当たってくる可能性っていうのがあるわけで、どんどん間が縮まって、このままの言うたらシフトローテーションでやったらっていうことで、ローテーションを考えるのか大会を考えるのかっていうことを、言うたらこの上の、あれ、これ上総務省なんですよ。総務省で消防庁ですかね。で消防職員の OB とかの団体、いわゆる外郭団体ですね、それに消防協会、全国消防協会っていうのがあるんです。この全国消防協会は全国っていうから、各47都道府県に各都道府県の消防協会があるんです。滋賀県消防協会です。これが基本主催してるっていう形になるんですよ。ポン消防奏法訓練大会っていうの、各富山県やったら富山県の 消防協会っていうのがあって、で滋賀県が公園とかなんですよ。実は一緒くたになって、消防団も消防署の本部も一緒くたになってやってるんですけども、はい、だからだから参加人数、いろいろね、フェイスブック見ててもね、今年はもう我々参加しませんとかっていう消防団もね、いるんですよ。人数少ないんでっていう、あるんですよ。だからこれはね、いろいろと当たってくるとかいうのね、問題になってくると思うんですけど、そういうこともですね、考えられてくるんじゃないのかなと、とは思います。なかなか、どうなんでしょうね。じゃあ今まで通り同じようにっていうのはね、なかなか、正直なかなか難しいところあるでしょうね。でそういうので考えてはりますわ、やっぱり。いつまでも昔のままでいいぞなんて思ってる人はね、これはね、やみないんでね、さてとどうしようかなっていうね、お話も伝え聞く感じではやっぱ考えてはると思いますんでね、いろいろと形は変わってくると思いますけども、何はともあれですね、はい、我々、一部っていうのは優勝チャンピオンチームです。あ、よかった、チャンピオンです。 We are the champion です。おめでとうございます。はい、でもね、いろいろあるんですよ、本当にいろいろある本当にいろいろあった、大変、大変だった。
いいも悪いも大変だった、うん、ありますんで、ありがとうございました、はい、来週から来週ちゃうな今後から、ね、明るい明るい投機情報を皆さんにお送りして、大器の器水金窟チャンネルとして、これから頑張っていこうと思いますので、またよろしくお願いいたします。今この動画撮ってる最中にこれ iPhone で撮ってるんですけどもピローンとうちのホームページ担当者からですね、はい、これは動画の場合は出てくるんですよ、ピローンとね、ホームページの担当してる会社の方からですね、あれですわ、今月どないやってんと、あ、先月どないやってんと、ちゃんと状況教えろっていうね、メールが来てましたわ、はい、もう8月に教えんとダメだ、7月の状況ですね、7月の末日に教えんとダメなんですけど、すっかり忘れてました、はい、今、8月、6日。しっかり忘れてましたね、はい、というわけでですね、皆さん街で、ね、消防団員さん見かけたら、ね、あ、頑張ったんだと思ったってくださいね、結局消防団のことを喋ってしまいました、でゴジラキングオブモンスターズのこともね喋らないとダメなんですよ、これでもう公開も終わりましたし、ゴジラ特撮チャンネルも南海の大決闘、正月やった南海の大決闘で終わってるんですよ。進まないとダメなんです。まあここから、あ、そうですね、これなんで南海の大決闘で止まってるのか、まあまだポンスあったっていうのもあります、はっきり言うとね。でもね、この南海の大決闘の次から僕はねミニラ三部作って言ってるんですけどね、ミニラが出てくるんですよ。ゴジラの息子ミニラ、みんな知ってるでしょ、怪獣島の決戦、ゴジラの息子、怪獣総進撃、オール怪獣大進撃で、この3作が続くんですよ、この南海の大決闘から、終わった後に。このミニラの3部作っていうのがね、なかなかね、まあ、バラエティ豊かなんですよ。でなかなかね、喋るほどの知識がないんですよね。怪獣総進撃はね、もう喋れって言われたらもう1時間以上喋ってるぐらい好きな作品なんですけども、あのね、ゴジラの息子がね、怪獣島の決戦、ゴジラの息子がね、これなかなか難しいんですよ。何回もそんなに 2,3 回しか見たことないんですよね。だからね、何を言うべきなんかなっていうこともねありますしね、ミニラとは何だったのか見うことをね、やっぱちょっと一つ掘り下げていかないかんなというふうには思ってるんです。一体あの昭和のあの時代、ミニラとは一体何だったのか、あいつは何だったのかと、そう考えてるんですけど、まあまあ、ポンソー期間に入ってしまいましたね。あとね、あのポンソー期間中ありました、キングオブモンスターズ、KOM、ゴジラ、キングオブモンスターズ、はい。これもね、まあね、面白かったです。面白かったし、いや、よかった。91年の暮れにですね、ゴジラ VS キングギドラっていう平成 VS シリーズの事実上の幕開けとなる復刻怪獣対決ものとなる第1弾の、ゴジラ VS キングギドラっていうのが公開されるんです。僕が小学5年生でした。でそれと、まあ、まあそこからキングギドラはね、いろいろ出るんですけども、まあまあ言うたら、でも今回そのゴジラキングオブモンスターズで、多分観客動員でね、そのゴジラ VS キングギドラ91年も、いや25年以上前か、そうか、もう30年近く前になるのかの作品にね、観客動員買ってないんですよ、観客動員数。だからやっぱだ、平成 VS シリーズってすごかってんなっていう、あれはすごかったんやっていうことをね、やっぱり一つ一つね、あれはね、またまあ、人口形態とかの話になってくるんですよね、国の子供の数とかいう話になってくるんですわ、観客動員ゴジラシリーズって、うん、となるとね、もうそこら辺もね、ちょっとね、で平成 VS シリーズを語らないと、そこをねもう一回見直さないと、キングオブモンスターズに行けないなというふうに思いましてね、これ喋ってなかったんで、まあもちろんポンソがあったっていうのもあるんですけどね、とてもじゃないけど、撮ってる元気もなくや時間もねえっていうことでね、あったんですけども、ゴジラキングオブモンスターズ面白かったですね、素晴らしかった、はい、もう俺たちが28年前か、まあ30年ぐらい前に見たかった、小学5年生の奥田大輝くんが見たかった
ゴジラ VS キングギドラがあそこにありました。奇妙なぐらいゴジラ VS キングギドラ、91年公開のゴジラ VS キングギドラの宣伝ポスターですね、大浦義則大先生の宣伝ポスターと奇妙なぐらい全てが一緒っていう全てを類似したようなシーンがいっぱいあったっていうね、あれ見てると思うんだね、ドハティ絶対見えてると思うんだな、あのポスターとか全部知っててやってるような気もするんですけどね、っていう作品でしたね。もちろんどっかで語ります、これどっかで語ります、はい、順番じゃなくて、近いうちにあのチャンネルでやりたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ皆さんご機嫌な東京ねやってください。ああもうね、信楽のことを発信して信楽焼きやって言うてて、もう今9月に入ろうかって言ってるのに、一言もスカーレットのことを言わないっていうのもどうなのかなと思うんですけども、ポンソーとゴジラのことだけ言うて終わろうとしているのもこういかがなもんかと思うんですけども、あスカーレットもね、スカーレットもまあ撮影してますよ、してますしてます、あ言うとあかんのかな、あんまり、あもう町内撮影してます、はいしてあります、あいろんなねあの撮影媒体さんも来てはりますんで、あのなかなか盛り上がるんじゃないかな、そういうふうに思っております。はい、暑いわ、暑いでもね、まあ、30度ぐらいでしたけどね、はい、この場合今日はありがとうございました、またお会いしましょう、あと機会があったらお会いしましょう、はい、木の器チャンネル始動です、バイなら。